ちなみになんだけど、りーちゃんちょっと聞きたいことがあって、りーちゃんの出身の上海には、はい、こたつはあるんですか？こたつはないんですけど、うん、今日はホタテはある！しかもね、みんなあの机の上見て、ホタテだけじゃなくてね、見て、いろいろあるんです、今日は。芋これ誰が持ってきてくれたの？あの、青山が持参しました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。他にもお菓子とかもね、たくさんそれぞれ持ち寄ってきたので、はい、はい、やばい。行くわよ。はい。秋あかね歌にいざよ、はずきねー。ありがとうございます。今日の髪型のポイントはですね、アニナッツです。アニナッツヘアです。かわいくないですか？もうこのお花とかめっちゃかわいくて、あとこのなんかリボンもめっちゃかわいくて、マジアニナッツって感じ。ちょっとナッツのキャラじゃないよ、それ。ございます。はい、改めまして、葉月れいな君、なぎちゃんこと青山なぎさです。よろしくお願いします。なぎさん、これまで6都市で12公演をあの開催させていただいたのですけれども、いや、多分ね、正解はないと思うんですよ。これあっという間だったなっていうこともありますと思うし、ようやくだって思うのもどちらもね、間違ってないと思うんですけど、何食ってんだ。コメントの他にもぜひハッシュタグラブライブとハッシュタグリエラをつけて、番組の実況や私たちへのメッセージをツイートして、一緒に番組を盛り上げてください。食べないでください。はい、聞いたんですけどね、ちょっとりーちゃんからのね、そうなんですね。